無責任館長タイラーは、1993年1月25日から7月19日にかけて、テレビ東京系6局で毎週月曜日の18時から18時30分までの時間帯に放送されたアニメ、またはその後に制作された OVA。原作は、吉岡大蘭のライトノベル、宇宙一の無責任男シリーズ。 1993年1月25日から7月19日にかけてテレビ瀬戸内を制作局として全26回が放送された。アニメの実製作はタツノコプロ、制作はキングレコード、バップ、メディアリングからなるタイラープロジェクトと TSC、ビッグウエスト。作品表現や宣伝、販売の手法について実験的な要素が数多く、 盛り込まれ、後に一般的になるビデオなどメディアでの販売を前提としてテレビ放送を行うテレビアニメの先駆者となった。また、ライトノベルを原作とした初めての TB シリーズのアニメ作品でもある。テレビアニメと並行して関連 CD やビデオを発売し、同時に CD ショップで無料配布したタイラー新聞テレフォンサービスのダイヤル 各種イベント開催などメディアミックス展開を積極的に展開し関係各社にメディアミックスに関する多くのノウハウを提供することとなったテレビアニメ作品としては成功と言えるだけの収益を上げ関連作品も制作されている原作と比較した場合主人公タイラーの設定などが象徴的ではあるがアニメ向きの設定へと大幅な改変が行われている後に 小説シリーズも原作者の吉岡大らにより大幅にリライトされアニメの路線に近いものへと変えられていくことになる。そのリライト版の小説の後書きで今だから語れるが当時アニメ版には非常に不満があった。しかし時間も経ち多数の外伝シリーズなどの執筆を経た後は逆にアニメ版の影響を多大に受けるようになっていた。との心境の変遷を 原作者本人が実際に語っている。BGM の一つである、宇宙無責任温度は、ダウンタウンのごっつえ感じの人気コントシリーズ、アホアホマンで使用されたことから、本作を知らない人々からも、少なからず知名度がある。時は、未来、地球と惑星、ダールゴンとの戦争の最中、主人公の放浪者ジャスティ・ウエキ・タイラーは、楽な仕事がしたい。 地球軍に入隊してしまい、あれよあれよという間にオンボロク駆逐艦、ソヨカゼの艦長にまで出世してしまう。その後も持ち前の強運で、数々の難事件を乗り切り、気づけば、ラールゴン帝国の大艦隊を、ソヨカゼ一隻で撃退するまでになる。そして、ラールゴン帝国の皇帝号座16世のアザリンは、タイラーに興味を持ち始める。 国艦ソヨカ風のクルーたちその他主要人物、惑星連合宇宙軍は、マシオ正一、ラールゴン帝国は、伊藤浩二が担当。デザインコンセプトは、前者が、原作の第二次大戦中のイメージを踏まえた保守的、現用の軍艦に近づけたデザイン。後者が、マシモ監督得意のバイオ的デザイン。曲線を多用し、昆虫のような角や足、尻尾が生えている。 非戦闘艦艇を含まず、動力機関は動力級、武器はエネルギー水晶体から発射されるビーム。全艦とも、悪空間航行時の巡航速度は高速。艦載機車室口はドーム型のゼリー状物質で蓋が、されている。テレビアニメの公表を受けて、1994年に、全2話の、タイラー、ザイレスポンシブルキャプテンアンエクセプショナルエピソード、一人ぼっちの戦争。 タイラー、SO と1995年に全8話のタイラー・ザイ・レスポンシブル・キャプテンが発売された。前者のスタッフはテレビ版に準ずるが、後者はアニメの実製作もスタジオ D に変更となり、監督が吉永直行、キャラクターデザイン、創作画監督がカナ・マッサーキ、メカニックデザインが茂田聡といったようにスタッフも大幅に入れ替えられている。 タイラー、ザイレスポンシブルキャプテンアンエクセプショナルエピソード、一人ぼっちの戦争、タイラー、SO、タイラーザイレスポンシブルキャプテン各キャラに、スポットが当てられた物語が、最終話、地上より、永遠にへと繋がっていく。主役は、以下の通り各巻テーマソングはすべて、ティーズワークショップが手掛けている。ドラマ CD の劇ともも岩崎によるもの。コンセプトは、みんなの歌。 シリアスコメディパロディ、実験的な映像など、作風も内容もバラエティに飛んでいる。セル版 VHSLD に特典映像として収録。後に全曲新作1本を収めた VHSLD が発売された。インストボーカルともに曲はすべてサントラ CD に収録されている。新作の14を除き、キャラクターデザインは平田智博。 2.3曲目は本編戦闘シーンの編集映像。書きリストの曲順は発表順。ミュージックファイル1、ミュージックファイル2、ミュージックファイル3、ミュージックファイル4、ミュージックファイル5、ミュージックファイル6、ミュージックファイル7、ミュージックファイル8キャンペーンの一環として無料配布されていた情報ペーパー。後に有料の定期購読制になる。作品情報だけでなく、 キャストやスタッフへのインタビュー、収録レポート、読者投稿イラストの掲載など、無料配布物にしては充実した内容となっている。一方で、タイラーとは関係のない記事が載っていたり、ライターの文章が無責任で、投げやり気味だったりと、それが無責任ででたらめな、タイラーらしい紙面構成になっている。無料配布版には、漫画過去にししのぶによる熱血漫画、 タイラー野郎が掲載された。ミュージックファイル後、6のブックレットでモコニシによるタイラーマスクを見ることができる。TV シリーズ終了間もなく1993年10月9日、タイラー無責任クラブが放送開始。番組パーソナリティは富永美ーな。放送スタイルは OP トークドラマトーク ED で構成され、トーク部分は基本的にタイラーとは、 無関係に進行する。ドラマが始まる11月6日までは前夜、祭り企画として本編出演声優がゲストに招かれた、この枠の前身番組は40年以上続いた、100万人の英語、この枠の後番組は大学受験ラジオ講座制ワイド J ランドだった。本編では描かれなかったが、 こんなエピソードもあったという前提で、毎回二人のキャラクターにスポットを当てて綴られる、サイドストーリー。物語の時間設定は、t v シリーズ中盤前半あたりに位置する、前衛的、大衆演劇的な作りを心がけ、効果音や距離感は、実際の役者の演技によるリアルな芝居で、表現されており、舞台に近い芝居をコンセプトにしている。アバウトな台本ということもあり、 演技の自由度も高く、役者の1対1ならではの掛け合いが楽しめるだけでなく、役者のアドリブ度を知る参考になるドラマになっている。小道具には、一升瓶、カルピスソーダ、ワイングラス、ティーカップ、缶コーヒー、新聞、タバコ、おもちゃの光線銃、お菓子、たい焼きなど様々なものが用いられ、芝居の臨場感が伝わる演出がされている。当初の予定は、全二十話。 脚本は木村直と演出は浅無直子が手掛け、録音は TV シリーズと同じニュージャパンスタジオで行われた。10月19日の初収録日は、第1話は、酔いどれ天国、第2話女三人、会議は踊る、第3話すれじの雨に歌えばが録音され、その模様はタイラー新聞にも掲載された。番組内で放送されたラジオドラマは CD アルバム、 ミュージックファイルを6に収録された。CD 未収録になっていたドラマは非売品 CD へ収録されたが、ラジオ放送限りで CD 化されなかったドラマも存在する。無責任 CD3 に収録されたドラマは、放送に先立って録音したがそのままになっていたものらしい。北日本新聞1994年5月15日付長官、テレビ欄。 アニメディア1993年3月号 TV ステーションネットワークありがとうございます。